子どもたちに音楽を身近に感じてもらおうと、福島市でクラシックライブが開かれました。福島市の教会で開催されたのは、100万人のクラシックライブです。子どもたちにクラシック音楽を身近に感じてもらい、一体となって豊かなひとときを過ごしてもらおうと、福島トヨペットなどの協力で開かれました。今日は近くに住む親子連れなどおよそ100人が訪れ、2人のプロの演奏でクラシックの名曲を楽しみました。訪れた人たちはゆったりとしたピアノとバイオリンの音色に聞き入っていました。